皆さんこんにちは。本屋さんで面白そうな本を見つけたので買って早速読んでおります。その本のタイトルは文豪たちが書いた喧嘩の名作短編集ということになっています。この中には喧嘩をテーマにした、短編小説やエッセイが全部で16編、収録されております。欲しい本をピンポイントで手に入れたい場合は Amazon がとても便利ですが、本屋さんで特にあてもなくブラブラしているとこのように面白い本とぶつかることがあるので、そのような出会いも大切にしております。この本ですが、太宰治、坂口安吾、井伏鱒二、芥川龍之介などの喧嘩にまつわる話が収録されていてとても興味深いです。一作目オープニングアクトは太宰治の死生喧騒という、話になっています。私は今カフェなのでもちろん黙読しているわけですが、ここで音読すると、周りから人がいなくなってしまうので黙読しておりますが、やはり太宰治の人間臭さがとても面白いです。ちょっとこちらの方を気にされているお客様がいらっしゃったので一旦本を置きます。はい、ここでコーヒーブレイクを取ります。太宰治の死生喧騒ですが、太宰治の家に押し売りに来た、今でいう訪問販売でしょうか、との言い争いで劣勢になる太宰という、面白い短編になっています。ここで興味深いのが一番最後に締めくくられる妻からの言葉です。読みます。隣部屋で縫い物をしていた妻が後で出てきて私の応対の仕方の拙劣を笑い、商人には運と金のあるふりを見せなければすぐあんなにバカにするものだ、余縁が痛かったなど下品なことはこれからおっしゃらないようにと言った。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。